久しぶりにタミヤ24分の1ミニクーパーラリーを完成させました。初期のタミヤスポーツカーシリーズのエンジン付きフルディスプレイモデルで、組み立てが結構難しいキットだと思います。今回は実車の魅力とキットの組み立てポイントを動画にしましたので、お付き合いいただければと思います。横置きエンジン FF 駆動の小さな車の元祖といえるこの車、1950年後半にカーデザイナーアレック・イシゴニスによって開発されました。小さなエンジンとタイヤを四隅にしたレイアウトのおかげで、車内は意外に広くなっています。この車はサスペンションがゴムの塊となっており、一般的なバネサスとは全く違う形状となっています。フロントがウィッシュボーン、リアがトレーリングアームで四輪独立サスとなり、操縦性はスポーティーでゴーカートのようでした。この乗り味が可愛い見た目だけじゃない、長年愛された理由の一つでもあります。さらに上位モデルは四輪のサスを液体で循環させて車体を安定させるハイドロラスティックサスを採用しており、小さいながらもかなりこだわった構造となっていました。この乗り味がレーシングコンストラクターのジョン・クーパーの目に留まり、チューンされたミニ・クーパーがレースやラリーを席巻するのでした。特にこの車がポルシェ911やランチア・フルビアなどを退け、モンテカルロラリーで3度優勝している事実を知り、ミニに対する印象が180度変わったことを覚えております。実は僕自身クラシックミニを所有していたことがあり、故障やトラブルが多発して手放しましたが、あのクイックなハンドリングとのぶとい OHV サウンドは今でも憧れています。との話に戻すと、足回りの組み立てに苦労した人も多いのではないでしょうか。組み立てに少しコツがいるフロント足回りは、ステアが切れてタイヤが接地する容器をつけます。ゴムサスペンションと独立したショックアブソーバーの再現もこの車ならでは。ホイールの装着はポリキャップを使わない接着方式なので瞬間接着剤で固定しました。フロントサブフレームはボディを取り付ける際、ここに力がかかるのでがっちり接着したいところです。リア足回りにつけるバネパーツに注目。これは実車では引っ張りバネとなっており、ハイドロサスのミニがブレーキでフロントに荷重がかかった時、リアのサスアームが動きすぎないよう制御するためのものです。完成後ほとんど見えなくなる箇所も再現されており、こだわりを感じます。ボディの塗装はクレオスのホワイトとモンツァレットをエアブラシで塗り分けています。キットはルーフとボディを塗り分けしやすいよう分割されています。シートやドア内張りの塗り分けは地味に面倒。各パーツの接着面が狭いので瞬間接着剤やクリアボンドを使うと後から剥がれないと思います。ダッシュボードの塗り分けは完成後も目立つので、できるだけ綺麗に塗りたいところです。窓の熱線デカールは劣化していたため貼るのを諦めました。エンジンルームは横置きのラジエーターなど特徴的なエンジンがうまく再現されています。エンジンパーツも接着面が小さいので瞬間接着剤を使って組み立てると良いでしょう。リアトランクのエンブレム文字はほんの少しシルバーを含ませた面相筆を寝かせてするように塗るとうまくいきます。シルバーの一部にガンダムマーカーのメッキシルバーを使いましたが、
かなり便利でした。このキットはメッキパーツが多いのですが、切り離した後のタッチアップに重宝します。このキットでありがちな失敗、グリルのヒゲが片方折れてなくなっていました。不要なランナーをライターで炙って伸ばし、ランナーでヒゲを作り直します。破損した箇所をヤスリでならして、テープで補強しながら瞬間接着剤で固定します。成形したらボディに合わせてみましょう。メッキシルバーはここでも活躍、ペン塗りでも十分な輝きになります。メッキパーツやクリアパーツには接着面を溶かさない、クリア接着剤を使うと失敗しないでしょう。遠目には違和感がないので良しとします。ボディに貼るデカールは無事だったので、そのまま貼ってクリアコートはしていません。古いラリーカーなので上からクリアコートしない方が実車らしいという解釈です。デカールが劣化した場合でも、このシンプルなデザインならデカールを自作して貼り直せるでしょう。リアサイドガラスの白い線は成形時にできたものなので諦めました。というわけで、いろいろと苦心したり放置したりで、完成までに5年ほどかかってしまいました。ミニクーパーのミニチュアはたくさんあるけれど、個人的にはタミヤのが一番かっこよく再現されていると思います。版権の都合で再生産が難しいと思いますが、いつかまた店頭で買える日を祈っています。そしてタミヤのが生産終了する代わりに、長谷川がローバーミニを発売していて、再現度や作りやすさを追求した内容になっているようなので、いつか作ってみたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。